FBI ハロハロどうもバイエンです。はい、ということで早速今日戻ってきてんですけども、はい、お待たせしました。本日は秋の嘘発見器を使ったギリギリ超絶ギリギリ質問コーナー。ギリギリです。今日はね、普段だとちょっと過激というか子供向け番組でできないねみたいな、そういうちょっとギリギリな質問までね、嘘発見器を使って答えていきたいと思います、うん、ツイッターでですね、はい、視聴者からいくつかね、いくつかっていうか、たくさん応募いただいて、その中から厳選して選ばせていただきました。本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。みんないつもね、企画に協力してくれて、そんな感謝の意味を込めてね、ファンミーティングの開催も決まっているのでね、詳しくは、概要欄見てください。もう本当に万有初、やっとファンミーティングできるということで、こちらもね、ぜひ僕らもめちゃめちゃ楽しみなんで、はい、ぜひ応募してください。待ってます。待ってます。初めてってね、すごい記憶に残るし、来てほしいです。もうやるかわかんないしね次いつかわかんない また事務所別になるかもしれないということで、早速やっていきたいんですけども、はい、基本的には僕らははいかいいえで答えます。で、その後に嘘発見器で、結果はというか、真実はご想像にお任せしますと。そうだな、いう感じ。面会できないの？面会っていうか、だから面会じゃないよ、弁解だ。弁解、だから前も使ったけども、だからその判定基準が難しいから。そう、だってこの子嘘ばっかつくよこの間高校が全部電気流れるっていう。だからこの子の、そこは運次第なとこもありますけども、嘘発見器なんで、腐っても嘘発見器なんで、はい、そこは皆さんにお任せしますと。分かった、ご想像に。はい、ということで早速質問を読んでいきたいと思います。てことで早速やっていこう。ということで早速皆さんの質問を読んでいきたいと思います。はい、本当にたくさんの質問ありがとうございます。これ手は一人しか置けないから、じゃあ交互に答えていく感じにしましょう。それではペンネームゆめさんからの質問です。はい、また来世でもコンビを組むならゆんちゃんと組みたいと思っている。なるほどなるほど。いやでも俺今回はこれ言わせてもらいますけど、はい、基本的に僕来世とかあんま信じてないんですよ。もう俺の人生はもうこの一回きり、ユンちゃんとこのもう会った奇跡の確率でもあったのはもうこれ最初で最後、万有はもう最初で最後の存在なんですよ。いいえです。いいえですね。はい、判定ジャッジメントスタート。怖い、この音。長い。何？来世も食いたいんですよね。もう来世バチバチ信じてんの俺ってば。めちゃめちゃそういうの好きだから、占いとかそういうのマジで信じてるから、いいこといっぱいして来世は生まれ変わって、またユンちゃんと組みたいと思ってるってことなんだよね。ギョギョー、それでは分泌かかってこいや。怖い、やだ。それでは続いてペンネームアンナちゃんからの質問。おばあちゃんおじいちゃんになっても二人で YouTube を続けようと思っている。あら、はいかいいえ。GTuber とバーチューバーになるってこと？ GTuber とバーチューバーです。面白いですね、 GTuber とバーチューバーです。いや、できることならばやりたいですね。ああ、なるほどね。やっぱ、うちらって唯一無二の存在だと思うんですよ。そうだね、唯一ムーニーマンって言われてるからね、お互いがね、うん、ムーニーマンだから、もうこれ以上の人はいないんじゃないかなって思うんで、一緒に頑張っていきたいですね。プロポーズ、プロポーズ。違うわ。もうそうや。違うわ。はいでいいんですね。はい。じゃあ今の言葉が嘘か誠かジャックメン。一緒に将来、あ、違う、ちょっと難しいね日本語。怖い。長い。怖い。怖い。こいつ、こいつ嘘ついてます。おじいちゃんおばあちゃんまでやりたくないと思ってます。だよね、だってもうヨボヨボになったらもう寝たいじゃん。年金だけで暮らしたいよね。そう、もういいよ、頑張んなくて。こいつ綺麗事並べて、孫に YouTuber やらせよ。第2のバンビ、第2のユンちゃんにコンビ組ませんのね。それでは続いてペンネームレイちゃんからの質問です。はい、実はお泊まり以上のことをしている。これは万有がってことですよね、万有がお泊まり以上のことをしているか。
これね、もう絶対来ると思ってました、こういうの。僕らはもうそういうの全然しない。ユンちゃんはね、僕はそういう目で見たことがないんですよ。もうね、清らかな目で見てる。清らかな目でこの男女の友情を皆様にお送りしているので、これはいい絵ですね。まあね、もしかしたら何かしらのバンビ君からの圧でユンがこう発言できてないだけかもしれないから、嘘発見機に聞いてみましょう。そう、いきます。はい、ジャッジメント。俺はね、全然ほんとそういう不純なのないのよ、正直。実はめちゃめちゃいやらしい目で見てるからね、ゆんちゃんのことすげえ隣でムラムラしてるからね、俺やっぱり。どういや、無理だよ、やっぱりその隣にいると何も思わないなんて今後に支障出てくるからやめてしてません、してませんよ、してませんけど、まあ嘘発見器はまあそう言ってるっていう感じですね。やっぱ彼は素直ですから。続いての質問です。ペンネームキャロラインさんからの質問です。キャロライン、ユンちゃんは太田プロに所属してから、実はバンビ君の知らないところで男性の芸能人と連絡を先を交換した。いいえ。本当にいいなんですね。ありません。いや、ありますよ、これは。ありませんよ。これは電気流れます。いやいやいや、ゆんちゃんがね、最近なんか怪しいんだよな。どういうこと？なんかちょっと、いや、まだ新人ですし、やっぱグイグイいけないですから。こそこそライン。あー、痛い。この女、本当にしてない。誰と交換したんだ、俺の知らないところで。もうこの動画、みんなの想像力をかき立てる動画だね。そうだよ、また変な誤解生んちゃうんだから。はい、それでは続いてペンネームエリピピからの質問です。はい、バンビ君はユミリーをバミリーにしようとしている。私のファンを自分のものにしようとしている。どうなの？いやいや、これはもうほんとユンちゃんのファンはユンちゃんのを愛してくれれば僕はいいんで、僕のことを好きな人が世界に一人もいなくてもいいと思ってるんで。なんかデカって言ったの？僕のファンなんていないと思うし、やっぱり多分、そんなことはね、思ったことありませんよ。最近ユミリーもね、原宿でバンビ君に会ってからね、実物を見て、バンビ君かっこいい、バイターって言ってるから、ちょっとこう、揺れかかってるんだよね。あ、なるほどね。まあでもそれはしょうがない、俺の魅力に引き付けられただけだよ。しかもあの時、この人、全員俺の女って書いてた。くどいてた。みんなやられちゃってるよね。目の前に可愛い子がいたらくどくん。あはい、皆さん今そうやって増やしていくんでしょ。あ、寝転がる。寝転がるじゃなくて寝返っただろ。寝転んで、なんで寝転がる。間違えた。いや、まあまあいいですよ、これは。はい、はい、いいよね。いいです、いいです。ジャッジメント、謙虚ですから、そういったことは一切ありません。バンビクが謙虚なところなんて見たことない、私。まあ、謙虚オブザイヤー2019。あー、許せない。普通に2人推しになるのは全然嬉しいんだけど、ちょっと自分のものにしようとしてんのは許せないわ。ゆんちゃんの魅力に俺が勝っただけだから。ファンの子責めるのはおかしいから。やだー。まあ、ユミリーがバミリーになってますとしょうがないかなっていう。ファンネームバミリーでいいんだね。ファンネーム、俺のファンネームないからね、ちょっとほんと考えますよ、そろそろ。はい、ギュギュー。続いての質問、ペンネームマナピーだよーさんからですね。YouTube をやめたいと思ったことがある？ない。思ったことないんですね。ないですよ、だってファンのみんなが命。そう、命、本当に命。ジャッジメント。やっぱりアイドルオタクをしててね、推しが卒業するのを何回も見てきたから、ユンはそんな悲しい思いをみんなにさせたくない、そんな簡単に。だから私はやめない。私が YouTube をやめたら、もちろん家族の生活費も全て私が出してるので、生活できなくなっちゃう。自分だけの体じゃないんですよ。いや、だからいつまでもさ、そんなゆんちゃんからお金もらうわけじゃないじゃないですか。弟たちも働き始めるわけですし、まあ、そうしたらば YouTube でやめようかなと思ってるってことです。てか、これさ、すごくね、今6連続ぐらいで電気流れてるよ。全部ビリビリよ。おかしいんじゃないこれ。すご
怖い、ここまで溜まって、いやもうここぐらいまで来るからね、マジで、うん、ダーン、もう自家発電できそうだもん。ああ俺肘と肘くっつけたらバチバチってなるよ、これ iPhone 充電できる刺したらね、そ もう今の状態なら刺したらいけそうだよ、本当に。それでは続いてレネピからの質問です。はい、正直今一番波に乗ってる YouTuber だと思っている。いや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 、そんなことは思っていませんよ、私謙虚でございますから。やっぱね、こう少しずつテレビへの露出が増えてきて、バンビ調子に乗ってるんじゃないか、ゆんちゃんも調子に乗ってるんじゃないかって。そんなことはありません、私は謙虚なんです。全裸感じで私はパンツ一丁で何でも YouTube を撮る覚悟ではできてるんです。何が高いっけいやだから僕いろんな YouTuber さんいてね、はい、もう毎年1年で100万人いくような方もいますから、うんうん、これはもう僕らなんてまだまだですよ、はい、うん、で、いいえです、いいえ。それではジャッジメント。いや思ってませんよ、本当に、うん、いや本当にすごい人いっぱいいるよね、毎年毎年さ、この抜け目をくぐってさ、ねえ、いいこと考えるよね、本当にすごいよね、ほんとに。ああああああ、調子に乗ってます。俺らが今確実に一番だろ今一番波に乗ってんだろ俺らが、まあ、私たちがテレビに出るようになったのはあれだもんね、そう、YouTuber の全体のね、うん、そのイメージをこう上げたいんですよ、僕。上げたいし、若い人たちはテレビ離れをしている、だからこそこう YouTube の層の人をこう引っ張りたいっていう意味もあるんですよ。そう、そういうことです。ギュギュ。それでは続いての質問、ペンネームみなぴむ様からの質問です。はい、本当は太田プロダクションに入りたくなかった。怖い、そんなことない。ないんですか。入ってよかったって本当に思ってますよ、心の底から。その気持ちも直接マネージャーに伝えてますから、私。熱い気持ちをね。そう、まあ、だからそれが全部嘘だったってことなんですよ。あんなに長文のやり取りして。じゃあいいなんですね。そう、入りたくて入った。皆さんいい人たちばかりで、先輩もさあさあ事務所の方々も。いや怖い、これはとんでもないことになりますよ、これ。いやいや、ごめんなさいこのくそー、まかー、本当に思ってない。腹の中でそんなことを思っていたのか。思ってないよ、パンツしかないのに。なんでもっとテレビでピンの仕事を増やせってそう思ってるのか、お前は。増やせないよ。なんでさ、ユウは心では思ってないのにこの右手は反応してしまうの。合ってるこれ、本当に何連続今。全部よ全部よ、やばい、マジで雷パンチ打てそうだよ、ほんとそろそろ。それでは続いて、いちみずちゃんからの質問です。はい、実は気になっている異性 YouTuber がいる。いや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 、僕そういう目でだから見てませんから。あのね、勉強するためにね、どういうメイク道具が流行ってるのかなみたいので、たまにこうね、あの見させていただくことはあるんですけど、あんの？決してね、そういう目的ではないわけですよ。だってバンビ君さ、うん、前にさ、女の子でチャンネル登録してる人いないっつってたよ。いや、いっぱいいますよね、みんなしてた。俺はデータ収集家だから基本的には全員してるけど、まあそういう目的ではないんで。だ、僕のタイプは色白ハーフの、巨乳長女。色白ハーフ巨乳長女。おい、ふざけんじゃないよ、あんたはね、色黒マグル貧乳おばさんだろなんで、おばさんじゃないよ、ピチピチ。あ、もう早くしてください、はい、いい家です。いい家ね。運命の瞬間ジャッジメント。いや、だから気になる異性はいません。だからそういう目で見ないんですよ、女性の動画を。この前も女が待ち受けだったしな。どれですか。モニタリング。あーじゃあ、あ、やっぱり女性 YouTuber ってみんな可愛いよね見入っちゃうって、本当にすごいと思うよ、マジで。そう、でも本当に YouTuber の女の子って本当可愛い、みんな。みんな違って、みんないい相方にするのは私だけですよね、やっぱ。そう、もちろんそれは相方ですよ。続いてラストの質問になります。はい、ちょっとね、もっと多くいろんなの読みたかったんですけども一個一個の尺が結構長くなってしまったんで。面白くて。そう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 、というわけでこちらが最後にしたいと思います。はい、ペンネームもかもかちゃんからの質問でございます。はい、多分一番多いと思われる質問ですが、うん、バンビくん、ゆんちゃんは付き合っていますか。あー、付き合ってません。もうこれテレビでもめちゃめちゃ聞かれるんで
ですね。まあそうだね、これはもうどこ行っても聞かれる、あ、初めて会った人にはとりあえず最初に聞かれる質問ですから、これ嘘だったらこれもうとんでもないことですよ、これもう。そうよ、バインちゃんのひっくり返りますから、ひっくり返りますよ。はい、だからこれはね、ちょっと困るな、もしかしたらね、なってね、まあ、ゆんちゃんが、まあ、俺と付き合ってるって錯覚してるかもしれない。かわいそうなことに、まあ、そうしたらまあ慰めますけど。ごめんな、なんかそう思ってた。やだ、思ってない、付き合ってませんよ。いいえ、いいんだね、はい、あ、わかりました、そういう関係ではありません。はい、それではジャージメン。そうなんだよね、やっぱゆんの好きなタイプってありがとうとごめんねが素直にちゃんと言える人だから、バービックは言えないんですよ。そうなんだよね、まあまあ言えないね、ただその分俺やっぱ行動で返してるから、日頃の。おお、マジ？錯覚してたのはどっちかしら。俺ゆんちゃんずっと錯覚してると思ってたわ、なんか。それは自意識過剰じゃないのかしら。ここに来て、あらら、今6、7連続で来てさ、最後の最後でこれってさ、お前分かってんだ、なんかすごいなこいつ。万葉を守ってくれたのか。万葉を守ってくれた、今もうチャンネルごと引っぺがされるとこだった、もう。まあ、こいつ分かってるわ。付き合ってないですけどね、はい。たまにやっぱその彼女面してきますから、ゆんちゃんっていうのは。こっちのセリフなんだけど、彼氏オーディションするとかさ。いや、彼氏オーディション、彼氏しねえだろな。ギュギュー。はい、ということで、まあこんな感じでしたね。はい、いや、俺面白いな、やっぱり。まあということでね、まあこいつがね、正しいか正しくないかは、まあ真実は闇の中ですけども。そう。まあ非常に面白いおもちゃなんでね、皆さんもぜひ、やって遊んでみてください。信じるか信じないかは、あなた次第です。一度自分が仕掛けたドッキリを仕掛けられたら、気づく？気づかない？ってことはつまりユンの時はさらに複雑なんですよ。気づかなかった、うざ。またまた嘘ついちゃって、この素直にならないんじゃ、いつまで経っても男。